今日はインスタグラムで質問をいただいていたので、そちらをお答えしていきたいと思います。ジャンル問わずいろんな質問をいただいていたので、サクサク答えていきます。それではどうぞ。身長何センチですか？身長は158から9、 8.5 くらいです。体重はピークから何キロ痩せましたか？人生のピークですよね。10キロくらい痩せました。おすすめのダイエット方法？おすすめのダイエット方法、一生続けられることしかしないようにしてます。例えばパスタとかうどんもともと好きじゃないので、あんまりパンとかは普段全く食べないですし、逆に脂質が多いって言われてるカフェラテとかは大好物なので、ダイエット中も毎日飲んだりするので、本当に自分ができることと絶対にできないことを書き出して選択していくっていうのがいいかなって思います。運動が得意だったら運動するとか。一人暮らし、マンションは少し家賃高くてもセキュリティ重視しましたか？重視しました。引っ越すたびに両親が来て内見一緒に行ってたんですけど、例えば同じフロアに男性がいるかとか、男女の比率とか、あとは、駅の治安もそうですし、大家さんとか不動産の人がどんな人かとか、オートロックとかもね、結構重視してた気がします。脱毛をしている男性は好きですか？いいと思います。チクチクモサモサよりはスベスベの方がお肌も綺麗に見えますし、いいんじゃないですか。ホワイトニングしていますか？してたらお店の名前と種類を教えてほしいです。ホワイトニングしてます。水天宮っていう駅にある箱崎デンタルクリニックっていうところにもずっと通ってて、そこでホワイトニングしてます。種類は薬剤を塗って10分とか光で照射するタイプ、削ったりしないホワイトニングをしてます。歯の色って本当に大事だから、骨格診断、パーソナルカラー診断、顔診断受けたことあったら知りたいです。はい、去年受けました。骨格は3タイプだと骨格ナチュラルで、9タイプだと骨格ウェーブのロマンティックっていう。パーソナルカラーはファーストがイエローベース春、セカンドがイエローベース秋で、顔タイプがエレガントです。インフルエンサーの方々はどんな出会いで恋愛に発展するんですか？全然変わらずだと思いますけど、何ですかね、どういう出会い、知り合いの知り合いとか、なんだろう特にその職業関係なくっていう感じだと思います。おすすめのシンプルネイル教えてください。今これ可愛くないですか？ハート、クリアっぽいピンクに爪先にハートです。お忙しいと思いますが、どのように自分のメンタルと思ってますか？メンタル、私はあんまり浮き沈みがない性格なので、なんでだろうやっぱいろんなことを経験すると、何が起きても何をされても驚かなくなります。きっとドーンと構えてるからかな。なんだろう、メンタル難しいですけど強く生きてますスキンケア、美容何してますか？スキンケアはパックしたり美容液塗ったりナイトクリーム塗ったりいろいろしているんですけど、最近思うのが、人よりも化粧水の減るスピードが全然違うんですよね。すごく早くて、ネットフリックスで20分とか見てる間にずっとボンパシャ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 、もう何回も何回も化粧水塗ったりしてるから、質っていうよりかは化粧水は量なのかなって思って、とにかく保湿と日焼けを気にしてます。会社員辞めてしまったんですかとか、今も OL してるんですかって質問結構いただいてたんですけど、少し前に退職しまして、今は個人事業主でやらせてもらってます。大学に入った時から新卒で必ず会社に入社したいと思って就職活動も計画的にしていたので、本当楽しく過ごしてました。多分3年前とかかなに戻っても、一度は会社にしたいなとか会社に属したいなって思っていたと思います。今戻ってもそう思うくらいいい経験だったなって思ってます。 MBTI やったことありますか？これも結構来てたんだよね。 MBTI ね、私は色感型でした。結構なんか少ないらしいENTJ っていうのでした。エラボトックスしたことありますか？エラボトックスします。この間も1週間ちょっともくらい前にしたんです。10ヶ月に1回くらいですかね、します。100単位とかかなでいつもしてます。韓国でやったり日本でやったり、アラガン製のものをしてます。今までで一番やってよかった美容医療なんですか？美容医療、ピコスポットよかったです。シミ、そばかすを一掃するんですけど、ダウンタイム1週間くらいで本当にくすみとか
すっぴんのクオリティが全然変わりました。毎日何食べてるか気になります。あと痩せるための秘訣なんですか。毎日何食べてるんだろう。でももうとにかくタンパク質を取ることをもう一番重要視していて、今はタンパク質 60g 毎日取るようにしてるので、ゆで卵、鶏胸肉、刺身とかイカ刺し、納豆、豆腐とかはもう本当に家に必ずたくさんストックしてる。お腹が減ったらもうそれを食べるっていう感じ。夜も何も予定なかったらそれを食べたりしてます。辛いことに直面した時どうやって乗り越えますか。なんか私は寝たって食べたって根本を解決できなかったらちょっとモヤモヤしちゃうんですよ。なんかふと蘇ったり嫌な気持ちになったりするので、やっぱり根本解決をするために自分でやるべきことを書き出したり、何をしたら自分がいいかっていうのを考えます。それがいいかな。恋してますか、好きな人はいますかっていう質問も結構来ていて、恋してます、好きな人もいますね。はい。お菓子とか食べますか、間食とか。食べます、食べます。自分で買うことはあんまりないですけど、お土産でもらったりしたら全然食べるし、なんか私は一袋開けたらこう途中で止めるっていうのができないので、結構ガッと食べちゃったりもしますね。チョコも好きだし。大学の同期、男友達とは今でも仲良かったりしますか。仲いいです。私はサークル部活に入ってないので、男友達は学科にしかいないんですけど、いつめんみたいなグループとかゼミとかそういうのは、まあ、年末にあったり予防にあったりしますね。仲良しです。二重はもともとですか。もし広げ方とかあったら教えてほしいです。二重はもともとなんですけど、広くなったり狭くなったり本当に日によってっていう感じですね、まあ、そういえば今日全然お水取ってないとか塩分取ってないなって思う時は見えになったり、すごくこう目がくぼんで見えたりするし、逆にたくさん食べて飲んで寝た次の日はこう二重狭まったりするんですけど、でも本当に調子悪い時とかは左右差を合わせるために相手を使う時もあります。家の中だけ使ったりしてます。いろんな場所に遊びに行けてザ・キラキラ女子って感じで羨ましいです。本当ですか私本当に基本的に夜はお家でご飯食べますし、まあアクティブなのでね、いろんなとこ出かけるんですけど、まあ SNS にはそういうキラキラしてるとこしか見せてないからそう見えるんですかね。遠距離恋愛できますか。え、絶対できない気がする。え、できるのかな。なんか時差とかあったらできないかも。けど日本、例えばなんか彼氏が 2,3 年遠近で福岡いますとか大阪いますみたいなのだったら大丈夫そう。わかんないけど。ピアスの歌詞教えてほしいです。あとお家でのナイトルーティーンみたいです。ピアスは左が1つと右が4つですかね。耳たぶんに2つとトラガスとアーターコンク。昔は軟骨巻いてたんですけど、最近はもう塞がっちゃってるかな。不要になったバッグ、お洋服はどうしてますか。あ、不要になったバッグは7割くらいは実家に送ってます。お母さんが来てます3割は結構うちに親友が遊びに来たり、ワンちゃんの面倒を見に来てくれたりするので、似合いそうなものはあげたり、あとは親友の妹に渡したりですかね。愛用してるアクセサリーが知りたいです。そうですね、結構プチプラを何個持ってるかはハイブランドで1つ2つみたいなの方が多い気がするんですけど、ティファニーのキースマイル系は好きですね。イエローゴールドなんですけど、全部結構ゴールド系のアクセサリーをつけることが多いです。女の子が好きなのはいいと思いますか。これ女性かなってことですかね。全然いいんじゃないですか。特別なことじゃないんじゃないって思ってます。最近の購入品みたいです。最近はスックのアイシャドウを買ったんですけど、これめちゃくちゃ可愛いんです。スックのシグニチャーカラーアイズの10番、なんか10番がすごい人気って言ってた。シャンパンゴールドとかイエローゴールド系のアイシャドウで、イエベさんはもう大優勝ですよ。これすごくラメもね細かくて大人っぽい垢抜けられるようなアイシャドウなのかなって思ってます。お肌に関してやってること教えてほしいです。お家の普段のスキンケア以外だと毎月やってるのは今 V ビームとハリー、あとはその時の肌の状態によってヘドラジェントルやったりポテンチャしたりっていう感じですかね。お家でピーリングパック、ハーブパックも1週間に1回は必ずするようにしてます。はい、こんな感じでちょっとバババッとお答えしたんですが楽しかったですかまたいろんな質問募集コーナーしたいなと思ってるので、よかったらまた見てください。それではバイバーイ。